うまくやれよスカイ。龍道、さすがにこれは無茶だぞ。ごちゃごちゃ言わず頑張ってくれ。うわあ！こいつが依頼の代物だろ。間違いない。ほら、こいつが代金だ。お父様、それはあんまりです。ごめんなさい。いいんだ。下賤な輩に口など聞くな。さあ、行くぞ。嫌なやつだな、偉そうに。仕事だからな。いい気分はしないけどな。ほう、大人になったもんだな、龍道。仕事じゃなけりゃあんなやつに関わりたくもない。商売慣れしてきた、それだけだよ。それにしても可愛い子だったな。女は嫌いなんだよ、優しくされるのもな。どうした、スカイ。龍道、どうやら新しい依頼だぞ。おいおい、まだいいだろ。金は入ったばっかりだしさ。いてててわかった、スカイ、わかったよ。仕事があるってのはいいことだよね。この先のグラナス教会が護衛を頼みたいだって。今度は神様かよ。ますますやる気がなくなるな。仕事は仕事だぞ。ねえ、そうだね。これがジオハウンドってもんだからね。
そんなんじゃ俺の命は取れねえな。手応えのない奴らだ。
練習しておくんだったわ。なんだ、もうおしまいなのか。誰？俺に構わず続けろよ。私の歌聞いてたの？おいおい、そんなに固くなっちゃ歌えないだろ。何よ、失礼な人ね。あなた誰なの？見かけない顔だけど、何の用です？何の用って言われてもな。俺を呼んだのはそっちの方だぜ。私があなたを？私そんな覚えありません。得体の知れない人ね。早く出ていかないと人を呼びますよ。何言ってんだ。誰もお前になんて言ってないだろ。エレナ、どうかしましたか？あなたはジオハウンドですね。お待ちしておりました。ジオハウンド。そうさ、俺はリュード、こいつはスカイさ。依頼で呼ばれたにしちゃ随分と歓迎してくれたもんだ。何よ、あなたが変なこと言うからでしょ。エレナ、申し訳ありません。お詫びいたします。エレナ、そろそろ出発の支度をしておきなさい。はい、神父様。取り乱してしまい申し訳ありませんでした。疲れるやつだな。これだから女ってのは。ここではいろいろとなんですから、宿屋でお待ちいただけますか。すぐに伺いますから。